皆さんはキャリア教育って聞いたことがありますか？今回この魔女の宅急便っていうストーリーが、やっぱりキキちゃんがその宅急便とか、まあパン屋さんでのお仕事を通してこう成長していくっていう、さまざまなこう人といろんな関わりを持ちながら成長していくっていうところが、まあそういうリンクをするっていうことで、あのこういうタイアップをさせていただく。まあキキは女の子なので、あの監督とは40過ぎのおじさんとは違うんですけど、やっぱりどうしても重ねるところは、自分自身も初めて社会に出た時、学校を卒業して社会に出た時とか、自分が世の中に出た途端何者でもないっていう、誰にも期待されてなくて、実は親の家宝の中で今までぬくぬくやってきて来ただけだったのか、それを自分から道を切り開いて自分の居場所を見つけなきゃ、つかまなきゃいけないっていうことに直面した時の、あの気持ちとか、そういうのをやっぱり危機にちゃんと見えるようにしたいなっていうのはありました。で、特にその危機を演じてもらうにあたっては、新人の映画初めてで、ほとんどまだ出たことなくてっていう女優さんがいいな、それを自分で実際体験しながら気を演じてもらえる子がいいなというのがあって、そういう思いで映画にも聞き探しにも取り組みました。そのやっぱり映画初めて出させていただいて、経験も全然なくて、わからないことの方がやっぱり多くて、でも今回の映画は結構順番通りにその撮っていってくださっていて、なのでその現場に臨むたびにいろんな勉強、あ、こういう風な演じ方もあるんだ、こういう風に言ったらこういう風に撮られるんだっていう、毎日が勉強になっていたので、私自身キキと一緒に成長できていったらいいなと思っていました。私はその芸能界に入りたいって思ってたわけではなくて、ずっとフィギュアスケートを習っていて、小学校3年生の時から、で私はスケートの先生になりたくて頑張って練習してたんですけど、その浅田真央さんがスケートを滑りながら CM 出てるのを見て、こういう CM 出てみたいなって言ったのをお姉ちゃんが聞いてて、それでオーディションダッシュを買ってきてくれて、書類審査で落ちるから出すだけ出してみようって言って出させてもらったのがきっかけです。女優さんっていうわけではないんですけど、お仕事って、まあ、我慢とか辛いこととかがすごく多くて、でもそれよりも私は楽しいので、撮影に行くこともそうだし、そのこのドラマ出ること決まった、映画出ること決まったって言ってもらって、台本もらって読んで、そういうのも全部楽しくて、なので辛いこともあっても、そのやっぱり目標とかも自分の中ではあるので、それに近づくためだったら全然その乗り越えていけるっていうか、我慢しなきゃいけない時は我慢もできるし、やらなきゃいけない時はその夢に向かってやらなきゃいけないし、なんか自分が好きなことがお仕事だと、その努力とかすごい同じことの繰り返しでも結構全然できたりとかするので、私は女優さんになれて本当に良かったなって思います。撮影の中ではやっぱりそのこういう魔女の宅急便とかだと、非現実的な自分の世界ではありえないようなことがあるので、それを表現するのは結構最初は迷いますね。でもそれを撮影する間でどんどん自分で見つけていくのが、まあ、それも嬉しいことにつながりますね。本当自分は小さい頃からこういう仕事もさせてもらってるので、まあ、課題としては自分の演じ方がどうやっていくのかも大切なので、そういうのは自分の普通の生活の中でいろんなものを観察して、その努力して自分の演技につなげることがありますね。どうしてだっけ。もともとお芝居とか、あの全く落ち着きのない子供で外で走り回ってたんですけど、本を読んだり映画を見に行った時だけ同世代の子供とよりも集中して見てて、あのじっとしてられるっていう子だったんですよね。
それをすごく自分の好きな物語、本に出会ったり映画に出会ったり漫画に出会ったりすると、それを真似して自分のオリジナルのストーリーをだんだん作ったりするようになってて、で決定的だったのは10歳の時にあの E.T. って映画を見て、でそのパンフレット買ってもらったら、映画に全く出てこないヒゲのおじさんが映ってて、偉そうに、誰だこいつって思ったんですけど、それが映画監督という職業があるんだ、この人が作ったのか、すごいと思って、そこから映画監督っていうその裏方というか、映画には出てこないんだけれども、こういうまさにそれを作った、この映画を作った人がいるっていうのを意識し始めて、そこから映画にだんだん、本とかいろいろ好きだったんですけど、映画にだんだんのめり込むようになって、で演じる側しか出てこないじゃないですか、映画だと。だからやっぱり演技にも、俳優として演じるっていうことにも興味あったんですけど、いろいろ大学であの芝居の専攻したりとか、いろいろやってるうちに、だんだん撮ること、映画作る側の方が強く興味を持ってきている自分がいて、で、あ、もうこれが、これは一番好きだなと思ったので、で挫折して辞めるにしても自分が好きなことじゃないですか。だからあんまりこう努力とかっていう意識はなかったんですけど、好きだからもうやれるし、好きなことだから周りに何か言われても、自分で好きでやってるんで、あの、なんて言うんですか、あの、誰かのせいにできない、あ、これならって続けられるっていう、一回好きになったら嫌いにならない性格なので、女性も映画もあの女優もですね、選んだ女優もそこは多分変わんないですね、昔から。すごいいいイメージ僕の中でそのホラーのイメージがどうしても強いのはもちろん分かってるんですけど、あのホラー映画作り続けてて、どうしてもそのインタビューで、監督はやっぱり見えるんですかとか、あの霊能者と心霊スポットに行く番組出てくれませんかとか、いや俺は角田次郎じゃないんだけどねって思いながら、あの映画監督としてホラー専門っていう認識持たれてるけど、なんかもっと他のも撮りたいという意識はあったんですね。でホラーはホラーで、あの出来上がったものは怖く緊迫感あるものに しなきゃいけないし、そう作ってるんですけど、現場は明るく楽しくが好きなので、あのファンタジーの一部がホラーというような認識があって、昔からその魔女の宅急便みたいな児童文学の絵本も好きですし、そういうところにも目をつけてくれるって仕事を回してくれるプロデューサーがいたり、僕企画通せたらいいなと思ってたので、お話いただいた時はもうすぐ、なぜ俺に話をくれたんだって思いながら、すぐやりたいと思いました。私は動物に関するお仕事、動物園の飼育員だったりとか、動物がすごく小さい頃から好きだったので、なんか動物のお世話をするお仕事に一回なんか学んでみたいですフィギュアスケート習っている時にお母さんから言われたんですけど、まあ、夢が私はずっとあったので、まあ、3つ教えられて、1つは夢に向かって努力すること、で2つが夢に向かって諦めないこと、で3つ目が成功した自分を想像することっていうのを教えられてきたので、それは今でも多分どんなことにつけてもそれは大事なんじゃないかなと思うので、頭の片隅に少しだけいいんで、そういう考え方もちょっと残していただければ嬉しいです。やっぱり自分の周りの環境の人もそういう自分なりの夢を持ってたりする人もいるので、そういう人に影響されることも大事だと思いますね。だからいろんな学校の友達だけじゃなくて、その大人の人とか、とまあ全然年が下の人でもいいので、こういう関係を広げていったら、そのやっぱり新しく影響されるものがあると思いますね。まず自分が何が一番好きか、人に負けないぐらいこれなら好きで絶対ずっと嫌いにはならないっていうものが早く見つかったらいいなと思います。